はい、皆さんこんにちは、こうへいでございます。ということでですね、今回なんですけれども、いやーね、今年の12月に、東京ドームで開催されるですね、もうね、史上最大規模の、合同フェスね、異次元フェス、アイドルマスター×ラブライブね、もうこのね、誰もが夢に見たね、もう神ライブ、合同フェスでございますよ。しかも東京ドームね、ラブライブシリーズをしてる側としてはね、もう全キャスト、今回ね、現役で活動してる全キャストが出演するということで、ね、もうこれはもう何としても行きたいね、そんな神ライブでございますが、こちらのですね、当落結果ね、先行抽選が先日行われましたけども、当落結果がですね、明らかになりました。はい、まあね、明らかになったのはね、8月の19日、でございますが、まあ多分ね、この動画ね、それよりも後に、上がってるかなというふうに思います。でね、私8月19日20日はですね、リエラフォースライブの方に、参加していた関係で、まあね、早速当落結果の方ね、見ていきたいと思いますって形でね、リアルタイムでね、本当はね、当落の結果知りたかったんですけども、まあ残念ながら、まあ残念ではないんだけれども、もうすでにですね、結果の方を、知っております、私は。はい。まあ今回はね、まあこれを踏まえてね、まあ、一応ね、今回結果がどうだったかってことも含めて、ね、まあ軽く報告なんかを、していきたいなというふうに思います。はい。私ですね、今回の異次元フェス、アイドルマスター、×ラブライブ、ね、4連番で応募、そもそもね、させていただきました。はい。4連番、チケット4枚ですね。で、かつ、2日間投資券、これを応募いたしました。もう両日参戦確定。ね、そんなですね、チケット今回ね、応募したわけでございますが、私のですね、今回の、当落結果ね、まあ、今回のですね、僕の当落結果なんですけれども、私はです、今回、全部外れてしまいました。はい。ということでね、もうね、本当にね、落選を知った瞬間、もう一気に脱力しましたね。力が抜けちゃいました。はい。びっくりしましたね。はい、正直。2日間投資券の4連番、全部落選です。はい。まあね、4連番ってことなんでね、もちろんね、他のね、その連番で加わる相手もですね、みんな申し込みしていたんですけども、その方々も含めて、全部落選。はい。全部落選したという形になります。いや、ちょっとね、これはびっくりですね、正直。大変驚いてしまいました。2日間投資券が当たりづらいとか、4連番、まあ、つまりチケット4枚連続でね、獲得するっていうのがすごい当たりづらいっていうね、話はね、なんか後から出ていたっぽいですね。まあ、それ、ここら辺のね、ことに関しては、まあ、今後ね、またね、倍率調査のアンケート結果、ご報告させていただきますので、まあ、その時にね、深掘り、考察していければな、というふうに思うんですけども、まあ、なんかね、今回はそういう感じらしい、ということでですね、いや、ちょっとね、びっくりですね。はい。いや、まさかのね、今回外れてしまったということで、じゃあね、公平はね、今回、異次元フェスのライブ行かないのか、ということなんですけども、もうね、こんなことでね、諦めるほど、ね、私はね、諦め悪くありません。むしろ往生際が悪いです、私は。今回ですね、まあ、当然ね、4連番の方では外れてしまったんですけども、まあ、それ以外でですね、応募していた、ね、私の知人なんかがですね、今回、当選をしておりまして、複数枚ね、チケット。まあ、要はそちらにですね、入れてもらえる手はずが整いましたので、まあ、実質、私自身で当てたわけではございませんが、まあ、入れてもらうという形でですね、両日参戦、確定いたしました。はい。ということでね、ありがとうございます。はい。まあ、つまり、まあ、結果的にはね、私は外れてしまいましたが、まあ、ただライブには参戦できますよ、ということになります。はい。結果的にはね、もう平たく言うとね、まあ、参戦、両日参戦決定と。で、ちなみにね、今回ですね、スマチケ、ね、電子チケット E プラスのですね、スマチケをね、ね、使って、入場、発券行いますので、で、このスマチケに関してはですね、同行者の事前登録、まあ、つまり、名指しで同行者を指定する、要は個人情報を入力して、E プラスであるじゃないですか、同行者登録。ね。今回はこれはですね、必要ございません。まあ、つまり、後から、なんだ、チケットを分配するっていうことができるんですよ。例えば友達とかに。まあ、なので、
そういったですね、方法が取れます。まあ、従ってですね、今回、後から、なんていうんですか、その譲り先をこう決めるってことが可能ですので、まあ、先ほどね、僕ね、別の知人が当てましたっていうふうに報告しましたけども、まあ、その方から譲り受けるっていうのは、これは全く問題ないというですね、ことになります。まあ、要はかつてのライブみたいなやり方ですね。はい。コロナ禍以前のね、ライブっていうのは同行者登録って概念ありませんでしたので、まあ、誰かね、友達が当たっていれば、それに入れてもらうみたいなね、ことが当たり前でした。まあ、今回ね、その当たり前のね、ことが戻ってきたということなのでね、いや、ほんとね、これに救われましたよ。はい。スマチケにね、今回は僕は救われたという形になります、マジで。うん、ほんとに良かったです、マジで。もうね、同行者登録がね、自由にこうね、チケット分配できなかったらね、もう僕思いっきり死んでましたので、いやほんとね、スマチケ様々でございます。ありがとうございます。いや今回のね、この異次元フェスはね、もう絶対神ライブになります。もう絶対にね、これはね、行くべきライブだと思いますので、ぜひね、皆さんもね、まあ、今後ね、一般抽選あると思いますので、まあ、今回ね、まあ、僕はね、ありがたいことに入れてもらうって形になりましたけども、もちろんね、外れてしまった方もいると思います。ぜひね、今後ね、一般抽選もございますので、そちらの方でね、頑張っていただければな、というふうに思います。まあ、相当ね、キャパはでかいので、まだまだね、当選するチャンスあると思います。皆さんのね、登録結果もね、ぜひね、コメント欄にたくさん書いてください。お願いします。もしですね、この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録などお願いいたします。以上、私、浩平でございました。バイバーイ。